こんばんは、ふさおでございます。さあ本日もデッドアイランド2引き続きやっていきたいと思います。いや前回ですね、あのビリビリあれだね、ちょっと待ってよ、街っていや群島にして、いや違う、ビリビリ雨を降らして電気を落とすのが早すぎたんですよ私。多分もうちょっとゾンビが溜まってからやるべきだったってことですよね。で武器をビリビリにしといて、これですよ、これにしといて、で、あアイテムがリポップしてるわ。それからだよ、それからこれどう、ほらほらほら扉閉まってるでしょ、いいね。で、ね、あそういえばここの食べ物、これ全部食べ物だったらしいですわ。ごめんなんでね、あのめぐぐさんが回答してくれた、全部調べて麻婆豆腐はやっぱり当たってましたね。さてじゃあまずはヒューズボックス取りに行って、ここかな、ヒューズボックスまず取るじゃないですか、取ってだよ、で降りて、で雨を降らしてビリビリをするタイミングをちょっと溜めて、まあ、最悪自分でビリビリすればいいじゃないですか。だからまずはめるじゃないです、はめますよね、はめて雨を降らせて扉を開けてライトの切り替えスイッチの前に自分でこれビリビリさせといて、ほらどう、これちょっと短いねこれ、あやばい、バニークラッシャー来るな、飛び蹴りやばい、飛び蹴りダメ、あでもビリついてますね一応、はい、ビリついてる間に攻撃しときの、大丈夫、これビリビリがやばいんだよな、ビリビリがやばいから、はい、これで刺しときの、蹴りので、ここでライトスイッチ落として雨降らしいの、一気にビリビリきいので、なんならここでパイプボーン投げいの、逃げいの、吹っ飛ばしいの、ほらどうだ、いいね、いい感じ、いいペースです。でここで、あー回復キットないか、ビリビリやっといて、あ自分でビリビリくらいいの、大丈夫、これだ、ね、どういうビリビリ短いな、やばい、外からも来てる、外からも来てる、まずい、外からも来てる、ビリビリスイッチ雨、まずい、これでビリビリさせといて、だからさ攻撃モーションの時にさ攻撃してくんのやめよって、一旦逃げる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 、パイプボムはまだ、パイプボムはまだか、これ飛び蹴り、やべクラッシャーが効かないからジャンプで避けるけど避けきれてない、回復し、ここで回復使う、はい、吹っ飛ばし、ここでクラッシャー攻撃する、よいしょい、はいはい、でパイプボーム吹っ飛べ、まだ効いてない、でも後ろのザコゾンビは効いた、これでまずまず刺す、クリティカルクリティカルヒット、やばい、ちょっと一回、ちょっと一回、こっち行こう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 、スライディング、スライディング、スライディング、やべ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 、開ける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 、雨降らして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 、ビリつかせ、ビリ、下手にビリつかせると自分が死んじゃう、やばい、やばい、やばい、HP がひじ、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 はい、はい、ビリつかせます、ビリつかせます、ビリつかせます、ひょっとしてさ、やつら登ってこれないんじゃない、これ、そういえば、どう、ほら、食らってますよね、ここからずっと俺のターンいけない、最後これガソリンカモ投げて、投げてしもて、ほらどうよ、ほらあずっと俺のターンが、ひょっとしてこれ、ほらちょっと待って、あやばい、落ちちゃった、落ちちゃった、やばい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 、落ちちゃった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 、なんか拾った、脇差し、脇差し、脇差し拾ったけど、ちょっとここビリついてるから、こっち登って、こっち登って、こっち登って、はいどう、あクラッシャー食らってるいいでしょ、パイプボム投げて、どうだどうだ、吹っ飛ばしいの、こっから男との真剣の勝負か、よし行くか、素手の殴り合い、私は一撃食らったらもうやられそうだけど、ジャンプして避ける、うーら一発やる、ええ避ける、うん、3回入れたらこっちが勝負、ラブ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 ラ、痛い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 、ちゃーやれた、ちょっともうダメかと思ったよねみんな、私ももうちょっとダメかと思った、焦るわ本当に、この仕組み、とりあえず自分でもビリビリを起こせて、この雨のタイミングとこれ絶妙、とりあえず回復ないですか、ちょっとここビリビリしてんな、でこの左奥にあるんだよね、ヒューズの部屋が、ヒューズの部屋があれば私自分で作れるんですよ、あどこだろう、いやこっちだな、前進、どうだ、早く早く回復、回復エリアはどこだ、え、ここら辺じゃない、この上かな、回復して、いやもう今無理よ、満身創痍だから体中が、この辺ゾンビ来てもらったら一撃でもう一回やり直さなくちゃいけないって、あーダメん
作業もない。作ろう、これ、1つ、2つ、よーし、みんなやっとここまで来れたぞー。はい、マックスまで作りました。で、修理、あ、ちょ、修理しなくちゃいけないやつは修理しといて、これですね。はい、ナックルも修理しといいね、これね。オッケー。で、売るものはこの辺全部売りたいんですけど、トレーダーじゃないと売れないから、もういらない、いつも拾うやつはスクラップにするしかないでしょと。オッケー、これで。マジで応急キットってか医療キットか。これ医療キット持てる数増やしてほしいな。はい、ロッカー、あさります。もう持てません、これ以上、素材は。で、よし。エリア的には、ひたすら進む感じね。とりあえず結構飛ばしてきた。あ、ここがヒューズボックスのエリアだ。入れますよ、ヒューズボックス。せっかくなんで入りましょうか。出た。来ました。どこだ、ショットガン。どこにショットガンセットされてる？この中か？ショットガンは？このワイヤーに触れずして、ショットガンを回収したいんだけど、あ、後ろだ、これだ。ほら。これね、ワイヤーに引っかからずに、ショットガンのカートリッジって、これ回収できるんですよ。で、それからこのワイヤーに当たれば、ほら、ね、中身抜いた状態でしょ。しかもさ、これ、違うな。これビリビリ、あ、ビリビリで、ビリビリが自分がビリビリになるわけね。あーすいません、せっかくトラップ解除したのに食らってるわ、結局。ちょ、いや、痛いんだけど、痛い、全然ビリビリ解除されない。はいはい。で、こうして、あとは、ここだね。オープンザボックス。いいもんでるかな。なに？ゾンビアックス。名前がもうすでにかっこいい。おおパワー206。これも強そうですね。はい。だけど、ただ、今私はナックルにはまってますから予選落ちです。さて、ここ行って、これでひとしきり回るなら回ったんだけど、こっちかな？進んでいい？開けます。おお、すげえ。古代のシーンだ、次は。ねえ、古代のシーン、みんな吹っ飛ばそう。とりあえずパイプボムの存在忘れちゃうけど、忘れがちになっちゃうけど、古代です、ここ。ほら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 、神殿がどうのって言ってたもんね。おい、おい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 、やばいやばい、ちょっと HP がない、 HP がない、飛べー。よいよい、ワン、ツー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 、オッケー。いいね、プロテインバー食べて。すごい、ちゃんと古代のセットになってる。わ、やばいですね、これ。あははははは。敵もちゃんと古代になってるんですね。こっちは？ここでルートが2つに分かれる。ここはブルーシートのエリア。ああ、セット街ってことか。すごいですね。ちゃんとセット作られてますよ。ちょっと暗いのが残念なんだな。でもこういうセットって天井本当に高いんですね。まあそりゃそうか、撮影しなくちゃいけないですもんね。火つけるのかな、ここ。ライト、ファイヤーモッドで、これどう。いや、決して火がつくわけじゃないんだね、これで。そういうことだね。はい、行きましょう。この先進みます。あこれさ、映画撮れるじゃん、これで。これ、このシーン、すごいシーン撮れるよ、多分。飛び蹴り、もう一度飛び蹴り、もう一度飛び蹴りできない。やばい、古代の人たちが激しい。はい、よいしょ。やばい、多いな、数が。いつの間にこんな多くなった。ちょっと待って、これでいこう。よいしょ、ほいほいほい、まとめて切る、まとめて切りたいけど、なんだ、急にゾンビが数が多くなって強くなってきたんじゃない、みんな。大丈夫、とりあえず吹っ飛ばそうか、みんな。一回吹っ飛ばして、パイプボム投げといて。やばい、外れた、パイプボム外れた、パイプボム外れた。スルー、スロー、スルーってないね。スローになって。はい、やっぱ寝起きでやるもんじゃねえな、これ。噛むな、避ける。避けるボタン変えたんすよ。避けるボタンのキー変えたんで、いつものボタン押しちゃうわ、これ。やばいやばいやばい。ちょっと。いや、ごめんなさいね。完全に、今、サボってたわ寝起きだからって言ってサボってたわで、ショートカットして進んじゃったわ、こっちのエリアに。次のエリアに、このウォーカーはちゃんと倒しときましょうか。はい、やっておく。ゾンビが後ろにひるまなくなりましたね、あんまり。違う、数がいるからか。よし、
とりあえずこの数の暴力をなんとかしないと。で次のエリアですね。おっとキーアイテム発見、ゴッドスパイダーの覚醒。覚醒すんのかい。あ、ここドア開けれるわ。いやー、もう伺いた、びっくりした。ゴッドスパイダーかと思った。はい、これはやっつける。あ、医療キットはありがたい。あー、ここは医療キット拾う部屋ね。なんか隠し部屋いっぱいありそうっすね、こういうとことか。 BGM もすごいし、こっち行って、あとは、あ、これもなんかあるわ。クーラーボックス拾って、これ何、これ、雨、ライト切り離し。いやもうさ、これさ、なんでこれ通り過ぎてからこういうロジ、こう、これもうやったんだけど、さっき普通に倒したんだけど、ゾンビの皆さん、これ通り過ぎてからこれやるのね、このギミック。そんなこと言われてもさ、いやこれやばいな。コースティックのスライムだ、どうやってここに、どうやってそこに。これは切り替えて、いやちょっと待てよ、これパイプボムでいけんじゃないかな。これパイプボム投げます。ほい、いや違ったわ、いや違ったわ、こっちだ、ここだ。はい、やべえ、なんか変なやつ来た、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 えいや、よし蹴る、シューシャー、おーほほー、ハリウッド映画並みの吹っ飛び方だったな。これでさ、薄まるんちゃん、これ薄まらない、これ。あいつ起きてくる、どう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 。あー、やっぱ綺麗になるわ、少しずつ綺麗になっていってます、床が。水性なんだねこれ。水性だったのね、この緑の食らうやつ、毒みたいな。はいはいはい、水で洗い流しておきましょう、せっかくだからね。お疲れさまでした。はいはいはい、しかもちょっとすぐパッてすぐできるわけじゃない、ちょっと時間かかるねこれね。あー、オッケー、これ投げときゃいいかな。じゃあ向こうら辺が綺麗になったりとかして、おー、なってるわ。で、ちょっと待って、先に、いやこれなんかさ、取りこぼしエリア絶対、あれ、こっち側から回って来ればよかっただけの話だったみたいですね、私が見えてなかっただけです。はい、じゃあ次こっち行きましょう。開けて、右、左、後ろ側確認、なんか落ちてる素材、でも満パン取れないやつ。おお、雰囲気出してくんな、これまた。こっちは、あ、開かない、反対側からドアが開けます。やべ、スタッフの皆さんがいらっしゃいますね、ここに。とりあえずこれギミックがさ、これ超えた先かな、どっちなんだろう。とりあえず殴りの、はい、キリーの、はい、キリーの、プロテインバーは回収できないの、右回り込みの、反対側から鍵がかかっていいの、グリーンバックの部屋来ました、ついに。ここは CG 撮影現場かな、すごいな。これなんかがさ、映画撮影スタジオバックパスでなんか体験してる感じがしますね、楽しいですねこれは。ここのステージいいですね。あー、で隣のエリアか、その前にちょっと寄り道できそうなんで、しっかり寄り道して、どう、これ2階とかですよ、なんか2階行ってセットの上見たいですよね、やっぱり。ここ何、これアークス、これだけ、あ、これだけみたいですね、これだけだったわ。全部のエリア上から覗けるかなと思ったら、そういうわけじゃないと。オッケー、これでまず7番のエリアは行きましたね。7番のエリア行ってどんどん行きましょう。こっちだ、ん、あ、セットね、これも、これもセットね。死体調べる、いいキッチンナイフで刺されてる、マイケルがやったんだ。あー、マイケルやるやん、頑張ってますね、マイケルも。こっちどうする、この辺寄ってく、寄り道、あれいない、あれ声がするからてっきりいると思ったら中で、ね、モナークの警備員ネームド、はい、ネームドです。痛い、蹴り飛ばす、蹴り飛ばして、なぜかスローモーション。お、キーアイテム落としたぞ、これちょっと待って、え、拾えない、警備員のクーラーボックスの鍵、あー、これ入り口のところか、ナイス。ポリスバトン、アイテムが上限に達しました、私はポリスバトンをゲットして、持ち方が違うんですよね、このポリスバトン。193、193、200以下はもう予選落ちだな。はい、粘着剤、ザバッチ、ザバッチ、警察系の映画かな。はい、メイク道具入れ拾って、
やっぱ寄り道はしたらしたでいいもん落ちてますね。オッケー。あとはうわなんかここデロデロしてる、すげーデロデロしてるわ。わ開く？開けれる。あで最初のこっちの入り口に、あーそういうことね、戻ってこれると向こうこっち側から鍵を開けたってことですね。さあ古代の遺跡はクリアしました。ふさおさん次行きましょう。デロデロゾーンがあって、これ何？マイケルの足跡。ああこれね、これデロデロじゃなくてスプレーね、この緑色のグリーンバックの。あーでこのマイケルの足跡を追っていきましょうと。了解しました。ただ私はしっかりと周りから確認する派なんで、周り確認して取りこぼしのアイテムがないかどうかをチェックしてから先に進む。バッテリーを外す。はい、でバッテリーをウォーカーにお見舞いしてやりましょう。ビリつかせとキーの、あーこっちも部屋ありますね。でからの飛び蹴り C の、これやっつけといてがいいのこの人。はい、やっつけの。向こうのゾンビが反応してますけども、あここ、あそこにあるじゃん樽が。ゾンビ来てるよどっか。あいますね。そこ水だめ。ウォーカー呼んで燃やしてパイプボム一旦ここに投げといて、でドカーンして、いや外れるよね。おろろ、なんかうまいこと足止め。あ炎は別に足止めできるわけじゃないんだね、ただ燃えるだけだね。何この BGM 大丈夫？後ろ大丈夫だ。ウォーカー来てる。ウォーカーはい大丈夫、飛び蹴り。バーニングウォーカーも大丈夫。バーニングウォーカーはこの武器効かないからこっちの武器でいきましょう。溜めて溜めて溜めて、せいや、ざっくりか。クラッシャーが来てるからか。クラッシャーははい避ける、避けるってさ、あ避けるボタン変えたんだった。なんで変えたのかな避けるボタン、すぐ変えるよね避ける。そうだよ、いつもの癖で押しにくい方のボタン押しちゃうんですけど、押しやすい方のボタンに変えたんですよ。おい後ろの樽爆発する。こっちのゾンビもやって避けます。はい切りつける、大丈夫。はいウォーカー倒す、焦らず慎重に。はいはい、バーニングウォーカーと避ける、うまい。ほらで飛び蹴り、あでも一応ひるむね。やべ2匹いるかクラッシャー。避ける、攻撃モーション入ってると避けれないんだね。こっちもやるぜ。ちょ2匹はまずいな。避ける、パイプボム投げとく。はい走って逃げたいけど後ろ、はい食らわしとく。こっちから行ってスライディング、たまにはスライディング。バーニングウォーカー蹴っとく、いいですね。ちょこっちでやっつけときましょうか。1体ずつやっときたいな。おー行きの、避けるジャンプ、はいさすかさず。でモーション中2体の攻撃は良くないよね。ひるましときましょうか。いやひるまない、まさかのひるまない、まさかのひるまない。避ける避ける、えいうまいよ。一人避けるとさあれになるんですよね、ちゃんとため攻撃が入らない。やばい食った、二連撃か。ちゃんと避けましょう、ちゃんと避けましょう。はい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 、切って避ける、はい飛ぶ、いいよすごいや。え回復してませんこの人たち、どれが正解だったの、今の樽が正解だったのかな。一人ずつやらせてもらっていいかな。こっちのクラッシャーが HP 弱いっていうか低いから、この人先にやろう、この人を中心的にやって、よし OK、 避ける。さあこれ1対1になったら大丈夫よ。痛い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 、全然大丈夫じゃなかった。1対1になっても全然大丈夫じゃなかった。はい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 、クリティカルヒット、やばい連撃的、避ける。ボタン変えてもやっぱ避けるモーションは遅いな。あ来た、頭合成繊維を獲得。すいません、なんかちょっともっさりとした戦いだったね。アイテムの上限来ました。この辺スクラップしましょうか。なんかつるはしじゃないわ、ピックアックスだ。消防のですねこれ、これねファイアアックス。さてちょっともっさりとした戦いをお見せしてしまったんですけども、プロテインバーを食べて、おあの人は今キーアイテムを拾いの、もう他に何もない、留め具はもうこれ以上持てません。でどっちに行くんだ、このまま黄色を進むとこっちですね。はい、おおこっちだ。もしかしてマイケルはわざと足跡を、
あ、さっきは緑の足跡からオレンジ色の足跡に変わりましたね。マイケル呼んでるのか、足跡残して。どこだ、すごい、今度は SF か、今度は SF か。矢印がありますね。プロテインバー食べましょう。ここが、ここ壊しとく。はい、ゾンビマイク持ってる、このウォーカー。ほら見た、音声マイク持ってた。えい、おいしょい。あらの音声さん、すいませんね、いつもお疲れさんです。音声マイクあって、え、こっちってこと。いや違う、これ戻ってるな。おやおや、ここ戻ってますよ。ほら、あれ、あ、さっき扉開けれなかったところか。ぐるっと一周回ってきちゃったぜ。でも足跡こっち来てるんですよ。マイコの足跡こっち来てて、ここにもアイテム落ちてる。え、どっちなんだろう、こっちかな、逆だな、こっちだな。黄色のマークはこっちに向かって行ってて、なんだろう、ここ行き止まりだ。出た、何、急にバーニングウォーカーが来た。そういうのやめよ、ゴミ箱に燃えていきなり。で、アイテムは回収します。熱いです。ここは出ます、出れません。ここアイテム拾うだけか、拾うだけで。いや、方向が分かんなくなるな、方角。こっちから回り込む的な。あー、足場用ポール、コースティックスライム、何かが内側から溶けてる。マイケル、一体何があったんだ。アイテムが上限に達しました。スクラップにしましょう。深まる謎だな。いるね、いますね。トイレを開けといて。トイレの中って基本何もアイテムないですよね。ここ1個、2箇所だけだ。やばい、アサリ大病が出ちゃってる。また音声さん、音声マイク持ったまま。はい、蹴り散らかしていく。はい、栄養ドリンク飲んでいく。素材回収していく。 SF っぽいですね。次はこの辺はナックルでいいな。よくなかった。全然よくなかった。あ、でも一回殴り始めたら強いですね。医療キット回収していきましょう。ほら、ちょっと宇宙船っぽくないですか、このセット。作り込みやべえな、マジで。ね、ガス管あって、こっちにもウォーカーさんいて、ほい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 。あ、小道具、大道具か。あ、キーアイテム、例のマカボニー材のドレッサー。あー、ボディですね、マネキン。ボディマニキンがあって、でっかい扇風機とかあって、風起こすやつ。楽しすぎるこのステージ。なんだろう、めちゃくちゃ一人でテンション上がってるんですけど、私寝起きなんですよ。寝起きだけどテンション上がってる。ちょっと待って、いて、避けさせてや。ちょっともうさ、ボタン押しにくいっすけど、あれだね、いつものもう慣れたボタンにしといた方がいいね。避けるキーは、避けるキー、ついつい癖でもう押しにくいけど、そっち押しちゃうわ。押しやすい方のキーに変えたんですよ。でも逆にもう癖がついちゃってるから、押しにくい方を押すっていう気持ち分かります。はい、プロテインバー食べましょう。あとはこっち寄っていません。うん、一応構えるんですよ。一応構えて、いるかな、いるかな思って構えるんですけど、接着剤。あとはこれ全部スターフォックスのあれですかね。じゃあスターフォックスは違うわ。懐かしい。スターフォックスってゲームありましたよね。じゃあスペースフォックスだ。スペースフォックスのセットなんですよね。スペースフォックスのセット大丈夫、なんか古代とか出てきてます、古代とか出てきてますけど。はい、でまた元の場所に戻ってきた、私これ。ひょっとして、さっきからなんか順路で行ってると思ったら一周回ってきたぞ。これは夢か現実か。あ、いや、ここだな。あ、通り過ぎたのか。バーニングウォーカーいて、とりあえずこの人ビリつかせときましょうか。ビリつかせといて、ててん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 てててんててんててんてん、避ける、てんててんててんてんてんててん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 。いや、違う人、なんで。ちょっと待って、別のゾンビが邪魔してきた。このザコゾンビがね、邪魔してくるんですよ、私の行く手を。
スローモーションからのジャンプ、溜めて攻撃、はい、ワンツースリー、避ける、はい、ひるむ、避け成功、一応ちゃんとひるんでくれますね、はい、焦げます、ビリビリ焦げてジャンプする、うまい今の避けは、はい、取りつくの人やっつけます、避ける、うまい、よし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 、こっちのペースになってきたぞ、よし、はい、避ける、えい、コラボ、避ける、うんぼいちょう、はい、攻撃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 、今今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 今避ける、いいよ、このペースです、このペース、よいしょい、もいちょうからのクリティカルヒット、見切ったー、すいませんね、ちょっと見切るまで時間がかかりました、意外に見切るまで時間がかかる、オッケー、こっちね拾ったね、アイテム、よし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 、医療キットあんまりなんか連続で使うとすぐなくなっちゃうな、これ大切にしよう、大切に、医療キット、プロテインバー食べて、バッテリー、いやもうなんだろう、これデフォでいるようになったらこの人たち、おい、でもこっちなんですよね、あ気づいてない、パイプボム投げとこ、こっちなんですよ、おい、クエストは避ける避ける避ける、はい、ひるむ、クリティカルヒットする、連続攻撃からのジャンプ、ため攻撃、えい、見切ったんじゃない、2人はまずいって、本当に2人だと交互に攻撃してくるからマジでまずいんですよ、ほら避ける、でもうまい、避ける、はい、ジャンプで避ける、あなたはこれでひるむよね、一旦下がる、ビリつき感電、ナイス、避ける、まだ生きてる、このウォーカー、ウォーカー強えな、攻撃モーションで一発入るけどなぜか動きが止まってしまう、避けましょう、よくしっかり避けて、やばい外した、これはでかい、回復しとこう一回、はい、避ける、避ける、もう一個来るか、来ない、今のうち、ひるんだ、そこの避ける、はい、もう一回ひるむ、避ける避ける避ける、よっしゃ、ひざついた、弱点、ナイス、膝が弱い、この人膝が弱い、実はあ、ダメな一撃、避ける、うい、ういしょい、オッケー、プロテインバー食べて、これでいけるはず、皆さん大変お待たせいたしました、そしてバッテリー拾いのアンティーク、あー、ナックルのアンコモン拾ったけど、私はレアのナックル持ってるな、193、はい、医療キット、キーアイテム落ちるわ、大ブレイク、なんだバッテリー、あ、じゃなかった、これは箱だったわ、ここに行けと、そういうことかい、いや違うね、あ、どこに行けばいいんだ、ここなんすよ、でもあの赤いランプがついてるってことは、このステージ4っていうところの入り口はここなんじゃないかなと思ってるんですけど、こっちステージ5、あったー、ここだー、私これこっちの上のコースから行ったからギミック逆だったってことに、ここぐるぐる回ってたら気づきましたすいませんちゃんとこっちから来た時にここを右に曲がってここにいてクラッシャーと戦えばよかっただけの話で、私こっちからぐるっと大回りしたからギミックが逆だったんですよ。でしかもここずっと黄色のマーク、マイケルの足跡って、これで新しい足跡見つけたんですよ、これ。これで更新されるかな。いいぞ、明らかにわざと足跡を残している賢いやつだって出ましたね。ほらここになってるんですよ、マイケルの足跡を追うってクエストがね。これマイケルか、あ、マイケルか、違う、脳みそも度胸もあるってか、どんどん倒し方が激しくなってってますね、マイケル。でこっち、あ、ほら足跡あるでしょ、ここだ。クエストが更新されてないんだけど、行っちゃっていいのかな、これ。マイケル、あ、更新された、よかった。マイケル追ってサウンドステージ3を進む。ちゃんとね、順路よく行かないとギミックが飛んじゃうっていうのがよく分かったのでさあ今回は時代背景どこなんでしょうね。あー、現代っぽいですね。刀持ってません、あの主人公。はいはいはい、合金、私か
ワンチャン私っぽいですね。こっちから周りの、あーブループリントある、虐殺、虐殺ブループリント、これなんだろう。とりあえずなんか見てみましょうか。アップグレード F2、 違いますね。虐殺は、あ、これだ、アップグレードこれ、手足へのダメージおよび耐久性が上昇する。はあ、これはちょっと待てよ、耐久性上昇させたいですよね。攻撃スピードよりこっちだな。 OK、 安定、これは安定。ナックルもさ、ちょっと修理して、ナックルも耐久値上げたいんですよね、スピードより。これいける、アップグレードライト級、あ、いけるわ、こっちの方がいい。いやでもな、ナックルスピードは結構気持ちよかったりするんですけど、一旦これでちょっとこっちにしてみましょうか。 OK、 このセットでどうよ。でビリビリになったを、はい、修理終わりました。で、あ、違う、応急作っとくの、ここに来たら応急を作るっていう、もう癖つけよ。応急を1、2、もう敵強えから、敵強えからな、応急のさ数もうちょっと持たせてもらいたいんですけど、上上がっていきましょうか。下にアイテムありそうですけど、このまま行って、わーすごい、ちゃんとセットになってる。あー、ちゃんとカメラが真ん中で撮りやすいように周りにセットの部屋作るんだよ。あー楽しいな。降りても大丈夫これ、膝砕け落ちない、膝砕け、 OK。 エレベーターに乗る、何エレベーター、どこよどこよエレベーター、あ、これか。また出たスプリンクラーだよ。今回どこから来るの、敵が。スプリンクラーどこ、あ、ここね。じわりじわり、なんかじわりじわり、スプリンクラーってなんか水がバッシャーなるわけじゃないんだよ。素材回収してアイテム拾って、窓際からこっち来て、これは書斎リビングかな。アップ、アップ、プロウス、ドアロック中、すごいな映画撮影スタジオ。あー見てこの照明器具、めっちゃでかい傘だ、やばー、これそら眩しいわ。うん、あとは特にあとはないかな。スプリンクラー、あ、これか、エレベーター、この偽物のエレベーターを通った。あー、このなんかさ、スライムみたいなドロドロの人がなんか足跡さっきからずっとついてんすよ。電子部品拾って、クーラーボックス開けて、とりあえずアイテムを簡単にザザザッと拾わせてもろて、こっちは布拾って、応急作り始めたから布がなくなりそうですね、最終的には。合成繊維、電子部品、こっちと右と左、OK ですね。よーし、一通り漁りましたと。で、来るんでしょ、開けたらどうせ来るんでしょ、だからビリビリ構えといて、よし、押しましょう。エレベーターが到着するまで食い止めろ。何を、あー、ここでスプリンクラーが役に立つと。ここで戦えばいいのかな、じゃあスプリンクラーエリア、これ自分も還元しない、あ、こっちで避けるんだ、はい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 、どう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 、非常に効率よく倒させてもらってます。いや、そっちにもゾンビ来るよね、いや、そっちもいるよね、びっくりしたー今、いや、びっくりした、袋ネズミやんこれ、蹴り入れて、あー、帯電する人か、この人やっつけといて、はい、バチバチして、溜めてますね、放電しました、はい、放電マンがいるならスプリンクラーつけとけば勝手に放電しそうですけどね、はい、ついでに感電させといて、おっと、軍刀落としたな、やつが軍刀拾えません、はい、蹴っといて、じゃあちょっとジャンプキックができなくて、なんでだ、飛び蹴りができなくなってる、飛び蹴りができない病になってる、私ちょっと待った、私のドロップキックがこれで吹っ飛ばそう、いや、ちょっと待ったなんか後手後手だな今日は。どうした、ふさふさん、はい、あ、これ回復してるわ、そういや、この人ビリビリやってもまずい、やらかした、ごめんなさい、使う武器を間違えてた、ずっと OK。
よし、やっとエレベーター着いたぜ。なんだかバカにされてるような気分だぜ。これでエレベーター到着しました。怪物からマイケルを守るだと。どこだマイケル。これか、この調子じゃこの怪物は本体までなくなるんじゃないか。大丈夫、こっち進んで。ここは、あ、やべ、ヒューズボックスエリアある。ここに、こっちに、ほら、ヒューズボックスエリア開けれるんですね。ゾンビが出てくるんですね。これ手裏剣の方が最終的にいいかな。音声さん上にこれワイヤーがあるんですよ今。だからそっとね、そっとこっち来てもらって、はい、ワイヤー切ってないね。オッケー、もう一丁で、どこよ、ショットガントラップ。あれか、こうしてだから、ここうまい、回収。あーもう一個あったのなんだよもう一個あった今絶対一個あったからいいと思うじゃないですか。はい、オープンします。バール、やばい、ついにみんなもうアンコモンのアイテムですらたまりすぎてもういらなくなってきた。この妖刀みたいなやつがいらないのかな。妖刀いらんすね。妖刀をスクラップしよう。売りたいんだけどあれがないんですよね。ボックス保管庫、保管庫がないからひたすら武器をスクラップするしかないんすけど。あとはこっちのエリアは、あー、クラボックスあるわ。なんだ、スペースフォックスはいろんな惑星を旅していろんな、あっちですね。ちょっとここのトレーラーだけ見ていいですか。あれ、これでも、あ、入り口ってわけじゃないんだね。はい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 、保管ボックス欲しいなあ。先ほどある、あ、ここ保管ボックスありそうじゃない。ボスの前に保管ボックスと作業台で修理をしましょうみたいな話かな。修理と改造はいいですかみたいな。バール206、この斧使ってみたいですね。こっちとこっちと入れ替えとこう。そうだね、こっちと入れ替えて、回復医療キットはマックスまで。いやー、保管庫ないか、さすがに。いいね、行くよ。もう完全にボス戦だよみんな、ボス戦だ。スペースフォックス、いや、あれがボスなわけじゃないよね、さすがに。あれはセットだよね。そうだよね、あれはセットだと思う、さすがに。さすがにちょっとみんな変なの見ちゃったんだけど、あれはボスじゃなくてあれはセットだと思うんで、こっち回って、あ、ほら、やっぱセットじゃんね。そらそうよ。こっちはなんかない、もう寄り道、現実逃避したね、しっかりしっかりしたね。よし、オッケー、入っていきましょうか。じゃ、なんもな、なんか起きるわけじゃないんだねこれね。外の周りのやつ見ーの、一方通行ってやつかい、これは。ゴッドスパイダー万歳みんな。やばい、この足の毛の感じがすごいリアルだけど、行きましょうか。